胸で死にます。はい、改めまして、いちごです。今日はね、プロテクターをジャケットについてるやつとを交換しようかなと思いまして、ソフトプロテクターがついてるんだけど、でバイクジャケットを買ったことがある方は、まあ、全員ご存知だと思うんですけど、大抵ね、大抵こう肘とね、背中と肩とかに入ってるんですけど、これ全部ソフト簡易的なやつなんですよ。これをハードタイプに変えようと思って買いました。理由はですね、単純に危ないからです。なぜかっていうと、バイクの事故は本当にね、オープニングでも言った通り、頭を打って死んじゃう確率が39%、39.何%なんですよ。それはまあ皆さんも分かると思うんですけど、その次2位が、死因の2位が胸なんですよね。胸を打って亡くなる方が 38.何%なんですよ。2位なんです、胸とネック、これはよくバーンってぶつかって、よかったらそうですね、バイクこう乗ってて、前ね、タンクとかぶつけるわけですからね、これがすごい重要なんですが、やっぱね、こう肘と膝もね、重要だし、背中もね、せっかくなら守ろうということで、いろいろ買いました。グレードアップさせる、背中にこの入ってるソフトとかをこれ交換しようと思って、まあ、これがね、まず大輝の CE プロテクター4エルボー、肘用のやつですね。肩もこれ一緒のやつなんですけど、ひとまず肘だけにしました。肩はまだちょっと考えてないので、肘用です。で、これが大輝の CE バックプロテクター、背中ですね、背中のこのここに入れるやつで、これも、CE 規格という海外の安全基準を満たしているそのプロテクターです。レベル2なんで、要するにこう世界最強レベルのプロテクターですよということですね。これも大事です。で、もう一つ膝用ですね、膝の、膝用のステルスニーガード、大事ストレス C ガードハードですね、硬い方です、柔らかい方ではなく硬い方の買いました。まずね、ちょっとジャケットをね、皆さんね、こう交換しようと思います。よいしょ。でね、こう入ってるやつをね、こう取るだけなんですけど、そう、入ってるのはこのペラペラいこういうやつなんですよ、こう薄いやつね。確かにこれもね、ないよりは全然いいし、こうぶつけた時にね、そう多少干渉帯にはなるんだけど、とこれね、開けます。ババーン、お、なんか超強そう、強そうです。あ、こっち側がせ、なんていうの、こう、こうくっつくんですね。これですね、これとこれの差分かりますね。このペラペラのこの薄いやつと二層になったこの硬い、何かそのちゃんと比較を通ったこの硬い、本当に硬いのこれ、やつをこう交換で、あ、ね、バイク、まあ、楽しみなんだけど、めちゃくちゃ楽しみなんだけど、私はもう 100% 趣味で乗るわけですよ。お仕事で使うわけではないですからね。趣味で乗るのにね、事故を起こした時に大怪我をしちゃって、っていうのはこう、なんかほら、本末転倒っていうかさ、なんかもうダメじゃん。安全対策も取れないですね。そう、危険な趣味をやろうっていう方がよっぽどおかしいのでね。そんな感じでやると思ってるんです。最初にね、こう肘こう入ったやつでいいのかなと思ったんだけど、調べたらやっぱりね、所詮付属品は付属品ということで、ね、こんなのがですね、入ってますね。ペラペラっていうか、本当なんかちょっと固めのスポンジ程度のやつなんですけど、これがそのチーブルタシフォーショルダーフォーにエルボーっていうの2つになってですね、一目瞭然、これペラペラですからね、ペラペラのやつが硬い、これもあの海外のそのあれをクリアしてるやつですからね。だから海外って言うとあれなんですけど、日本はあれなんですよ、安全基準がねないんですよ。そのちゃんと定めてるやつがなくて、教習所でもさ、
なんか数年前、私はほら去年の秋に教習所行ったから、私としては普通だったんだけど、なんかプロテクターつけるんですよ、教習で。教習中にもう絶対義務としてつけるんですけど、その義務化されたのがね、数年前らしいですよね。数年前、何年か前まではだからつけた方がいいよぐらいだとか、もっと前になるとそんなことなかったみたいな。でも安全ね、基準ってすごい重要ですからね。バイク、まあ本当は自転車とかも本当は危ないからね、つけた方がいいんだけど、とりあえずね、バイクは危険がいっぱいですからね。本当によいしょ、ババーン、ドーン、はい、着きました、交代しました。これですね、このスプラー iPhone のやつはとりあえず置いておいて、ちょっと着てみましょう。こんな感じかな、結構あれかな、動きづらくなるのかな。あ、なんかあれっすよ、あの本当に全然動きに制限がつかないですね。あの邪魔じゃない、邪魔じゃないですね、これ。うん、あの安心感が高いです、やっぱり。あー、すごいね、これ。で、これで胸のプロテクターした。で、プロテクターを持ってて、ここに乗ると。ちょっとね、あの、この、ババアのこうちょっと突っ張って、ハトムリ目みたいなのは、ちょっと私の体型のせいなんで、男性だったら普通にこれまっすぐの、あれだし、全然その女子も普通そんな目立たないと思うんですよ。まあ私はね、こうなっちゃうんですけど。うん。いい感じです。いや、本当に動き制限ないですよ。肩はどうだろう、肩も入れても多分大丈夫じゃないかな、このぐらいですね、これね。今度買おうかな。あ、それでもう一つですね、これジャケットじゃなくて足の方、ステルスニーガード、ステルスっていうぐらいで、あのあるじゃないですか、ほらあの妊娠ガードって、こうこことここ、肘じゃない、膝と爪を守る、あのモトクロスとかに乗る人、モトクロスバイクのとかに乗る人がつけてるやつ、あれよりはちょっとね短いんですけど、あの膝からちょっと下を守るやつ、こうですね、ババーンと。お、あ、なんかサポータータイプなんですよ、服の下につける感じのやつなんで、こうですね、こういうやつ。中身はプロテクター自体は、あ、これですね、あの肩、おお、とか言った、これも C 規格を通ってるやつです。海外基準の。とにかく海外基準も、この C 規格を通ってるのは結構重要だと私は思うんですけど。これがね、ここにこう、はまる感じですね。で、これがサポータータイプになってて、付けられるんだけど、なんか思っていたよりも、こう、サラサラした生地で、そんなに、なんか、なんていうのか、ムシムシしない感じがします。これですね、夏でも蒸れな、夏多少はまあ蒸れるのはしょうがないんですけど、そんなに言うほど蒸れなそうですよ、イメージ的には。下だけでこれずれないのかな、なんか。こうですね、こう。このカメラ映ってたの。こうなりますね。うん。バイク乗るときもこうだから、こう、なんか邪魔にならない感じはすごいし、もう、あの、ショックが。全然違う、これつけるだけでだいぶいいっすね、これね。どちらの場合そうなんで。うん。あ、これ超いいっすね。こう、こう、こう、こう。ババーン。ね、これね。で、だから乗るときは、これ、あれですよ。この、私この素足で乗るわけじゃないですからね。これで、この、例えばね、今ちょっと、この、ハーフパンツ履いた前ですけど、これで、例えばこういう風に、こういうの履いたりして、やれば、まあ、プロテクターをつけてるのが、わからないけど、プロテクター超強いのついてるぞ、みたいなバージョンにね、なんとこれで乗れると、いう感じです。ふぅー、もう超安全対策バッチリです。で、なんだっけ、プロテクター付きのグローブと、あとヘルメットね、をするので乗るわけですけども、これもね、せっかくやわ、どんな感じになるのかちょっとつけてみましょう。はい、こんな感じです。全身運動はこうなりますね。ちょっとこれ脱がないと分かんないけどね、こうですね、こうなります。まあこれあの
上にこのパンツ履いてるって想定してくださいね。これでは乗らないですよ。これでこうやってブーンって乗れば安心ですということでね。やった、やりました、パチパチ。背中もそんなに変わらないし、こんな感じです。だってね、プロテクター重要ですよ。危ないし、いやあ、もうっていう感じです。お、安心ですね。やりました。これで結構ね、装備はもう揃ったかな、揃ったと思います。あとはその例えば冬のジャケットを買うんですよ。プロテクターを入れ替えるだけだし問題ないかなと思うんですよね。よし、でもね、本当にあの教習所でも言われる通り、胸部、胸を打って死ぬ率が高いってのはね、本当知らなかったんですよ。つい最近バイクの免許取りに行くまで知らなかった、常識でしたね。だって古いジャケットとかっていうのは、このなんていうの、強プロテクターをつけるこのボタンとか、それがついてなかったっていうぐらいなのに、でなんか本当はだから絞り高かったのに、みんな仕方してたのかっていうことなんですけど。よいしょ、っていうわけですね。なんか単一シリーズになってるの、単一シリーズなんてのは偶然ですけど、偶然ですけど、でも単一シリーズで全然いいかなと思います。このステルスニーガードがすごい重要で、これね、あの必要もあるんですよ。ステルスエルボーガードってのもあって、例えばこれジャケットはね、別としてね、他の服で乗るときに胸部と背中と胸はまた別途でつけられるから、それはそれでジャケット着なくてやっても肘にもつけてできるっていう、こう普段の服装でもバイクに乗れるぞっていう感じでね、使えるかなと思います。安全乗りたいもんね。はぁ、いや久しぶりに動画がこのプロテクターモードなんですけど、これでもうほぼ完璧って、あとバイクの注文が、あの契約がね、契約に行くんですよ。当然行くんだけど、それがゴールデンウィーク明けの予定なんですよ。ゴールデンウィーク明けに行く予定です。それはね、なぜかっていうとっていうか、あの引っ越すんですけど、ついに引っ越し先が見つかりまして、ちょっとね、あのガレージ付きのお家をやっと見つけられて、バイクと車が置けるので、ちょっとね、安心してね、帰るかなと思います。それがね、5月のちょっと今お仕事がね、2本重なってて、連載分と読み切り分重なってて、そのやつがあるので、ちょっとタイミングがね、なかなか取れないですけど、どっちにしろその 5月の中旬に引っ越すお引っ越しなんですけど、その近辺で注文して契約して、でまあそのあれですかね、納期がどのくらいかかるかわかんないけど、まあ、6月に入ってちょっとぐらいにはバイクも来るんじゃないかなと思ってます。もう少しですね、だから1ヶ月半ぐらいですか、今今日が22日か、1ヶ月半ぐらいでバイク乗れるんじゃないかなっていう感じです。またね、契約するときにこうニヤニヤしながら多分その動画をねアップしようかなと思うんですけど、ただね、ドラ次はちょっとね、ほんと忙しい。動画はね、撮る自体はいいんです。例えば筋トレのやつも、それを撮ること自体はいいんですけど、編集するのにめちゃくちゃ時間かかるんで、やっぱり。意外と時間かかるものなので、それでちょっとね、あれなんですけど、だから筋トレもね、あの、普通にやってる動画はいくつかまだあるんですよ。ストックっていうか、ストックっていうのはあれですけど、それはそれで撮ってあるんですけど、なんか、旬もすぎるけど、自分の中のテンション別に上がるわけじゃないから、撮った気になっちゃってて、編集する時間がないから。っていう感じで、今日はね、久しぶりにこのプロテクターが揃ったということで、動画にしてみました。まあ、休憩も兼ねてね、こんな感じです。で、ちゃんとこれ、こう、交換したね、この中身の背中の交換したソフトのやつと、この肘のやつは、もう、バイバイキーですね。やっぱ、こうですね。っていうわけです。今日はだから、プロテクター、背中用、肘用の、で、胸を揃いましたと。全部、あと膝も。全部、海外の、その、ちゃんとした安全基準、地位比較を、ちゃんと取っていること。やつは揃いました。胸、背中、肘、膝と、が揃いましたと。いうことでね、動画にしてみました。
ね、プロテクターを。これ、太陽光もね、もう楽しい。万全にね、気持ちよく乗りたいですからね。そういうわけでしたっけ、今日はこの辺で。じゃあねー。